これ前スクラップ屋さんから買ってきたんですけど、これ何の金属なんだろう。特1号って書いてあるんですよね。特1号。みんな書いてあります。特1号って。何の金属だろう。特1号。めちゃくちゃ重いですよね、これね。出たってそんなしちゃうんだよ。重量測ってみるか。3キロだね、3キロ。3キロ。よし、ちょっと書いとくか。3キロ。3キロ。楽しみですね。何の金属か。特1号。一旦仕切ります。今日スクラップ屋さん方面に用事があるので、これ置いてきてみます。3キロ。よし。はい、出荷してきました。特1号ハンダでした。で、単価的には1600円弱ってところですかね。だから、こういう棒状のスクラップで、この特1号とか書いてあったら、ハンダの可能性あります。で、これは63%って書いてあるんですよ。千代田金属63。これオークション出したけど全然ダメだね、やっぱ古いやつは。なんでだろう。千代田金属、これも何でしょう、比重が重い。ほんと重い。これもオークションで売れなかったら、売ってきちゃって、お小遣いにしちゃいましょう。まあ仕入れできたんですけど、これは全部、これもハンダだと思うんですけど。だから特1号刻印押しだったら、ハンダの可能性ありってことですよね。以上。